僕は熊野寮に住む兄弟生。今日は熊野寮でのリッチな暮らしを紹介しよう。今日も京都で新館があるということで、美しい廊下を通って食堂に。宴が始まる前はいつもこんな感じ。ブルーシート代わりの畳。うわぁ、お酒がたくさん。やったなんでそんな震えてる。くぅ、一週間の疲れが取れる。うまうまうまいやキャリーふぅ、お腹いっぱいになったし、行きつけの銭湯でも行くか。はい、お風呂道具も持って、花金大勝利。交差点を渡って、ちょっと歩いたら、はい、着きました。銀座湯。はい、おばちゃん、やってる。行ってきます。